リュディア。リュディア、紀元前7世紀紀元前547年は、アナトリア半島、現在のトルコのリュディア地方を中心に栄えた国家である。王とはサルディス。世界で初めて硬化、コインを導入したことで知られるエレクトロン化。紀元前7世紀にアナトリア高原で最も優勢となり、イラン高原のメディア王国と争った。 紀元前560年に即位したクロイソスは、西にエーゲ海沿岸の古代イギリシアの植民都市を征服。紀元前548年、東の国境となっていたハリュス川を溶かして、東アナトリアのカッパドキアに侵攻し、メディアを滅ぼしたばかりのキュロス二世率いるアケメレスアッサ、ペルシアと戦った。紀元前547年、ペルシア軍はサルディスを占領して、 クロイソスを捕虜とした。これによりリュディアはペルシアの一族領となった。地方としてのリュディアは小アジアの生誕に位置し、北はミュシア、南はカリア、東はフリギアに接する範囲である。紀元前1190年頃の前線2 0 0年のカタストロフによりヒッタイトが滅亡して南東アナトリアに紀元前1180年紀元前700年頃と呼ばれる。 国家軍を形成した。これらの国家軍の中からリュディアなどが台頭した。リュディアは、コメーロスの死には、メウォンビとマイオニア人の地として知られ、ヒュデ氏を中心として起こったと伝えられる。ヒュデ氏は、首都サルディス、リュディア語、スファルト、アッシリア語、サバルダのアクロポリスの名前、あるいは、旧氏の別名と言われる。リュディアの後期は、 東隣の大国フリギアと西のギリシア世界との間に位置するという交易上の優位性と、領内で金が算したことが大きな要因であった。ヘロドトスの記録によれば、リュディアでは、マズノ子から始まるアティスアサがあり、リュディアという国名は、このリュドスに由来し、それ以前のリュディア人は、マイオニア人と呼ばれていたいう。その後、真意によってヘラクレスと、 奴隷女を外するという一族以下、ヘラクレス家のがサルディスの王となり、以後二十二代五百五年間にわたりヘラクレス朝がルディアを統治した。このヘラクレス家の最後の王であるカンダウレスは、自分の妻をあらゆる女の中で最も美しいと信じており、それを他人に自慢しようとした。そして、メルムナス家のダスキュロスのコギュケスに、 妻の自慢をしたが、ギュゲスが信じようとしないように見えたので、妻の信女に忍び込んでその裸体を見るようギュゲスに、強要した。ギュゲスは拒否しきれず指示通りのぞき見を行ったが、信女から出るところを妻に見つかってしまった。妻は、ギュゲスののぞき見が夫であるカンダウレスの指示によるもので、あることを察し、夫への復讐を誓った。そして妻はギュゲスを呼び出し、カンダウレスを暗殺して、 自分と共に、リュデアを支配することを指示した。ギュゲスは、躊躇したが、妻は彼に対して、覗き見を行った罪を問われて死ぬか、自分と共に国を支配するかと脅した。そのためギュゲスは、カンダウレス暗殺を実行し、カンダウレスの妻を、自らの日として、リュデアの王となったこの時、ギュゲスの指輪を手に入れて成功したとする話もある。 カンダウレスの殺害とギュゲスによる散脱が周囲に知れると、リュディア人たちはこれに反対して、武装放棄を行ったが、ギュゲスは、新託が自分の王位を認めたならばギュゲスが、リュディア王と、ナルコ、そうでない時は王位を、ヘラクレス家に返還することを提案して、武装放棄側と合意した。そして、新託の結果、ギュゲスの王位が認められたので、ギュゲスの一族に王位が移ったという。 これをメルムナス長と呼ぶ。以上がヘロドトスが歴史の冒頭に載せている初期のリュディアの歴史である。極めて伝説的であるが、初期リュディアについてのほとんど唯一のまとまった記録であるため、必ず参照されるものである。ヘロドトスによれば王はフリニアのミダソーイゴデルフォイに奉納した最初の外国人であり、三十八年間の知性の 間にミレトスなどイオニアのギリシア人都市を攻撃したが、他に特筆すべき業績はないとして記述を終えている。このギュゲス王は、アケメネス朝の王キュロス二世が死がシリア帝国の王、アッシュールバニパルの自責などを記して残した年代記、キュロスの遠投印象にも登場することから実在が確実視さている。それよれば、アッシュールバニパルの知性第三年目。 1666年頃に、ルッティオー、グッグ、すなわち、リュディアをギュゲスから死者があり、彼の王国に、ギミライ、キンメリア人の侵入があ、ことを伝えてきた。アッシリアの支援によってギュゲスが、キンメリア人に勝ち、捕らえたキンメリア人の族長2名を貢ぎ物と共に、アッシリアに送った。しかしギュゲスは、この勝利によって、自信を持ち、 アッシリアへの効能を打ち切ったばかりか、アッシリアと敵対していたエジプト第26王朝のプシャミルキと同盟を結んだので、アッシュウルバニパルは逆にキンメリア人と同盟を結んでルディアを征服させた。そして廃止したギュゲスの子が王位を継承すると、彼は父親の悪事を謝罪して再びアッシリアにひざまずいて服を誓った。以上が アッシリアのリュディアに関する記録である。このキンメリア人によるリュディア征服はヘロドトスの記録にも記述があり、彼はギュゲスの子アルデスの時代にアクロポリスを除いてサディス自然域がキンメリア人に占領されたと伝えている。ただし、アッシリアとの同盟については言及がなく、キンメリア人の侵入はスキタイによって、キンメリア人が元の土地を追われたためで後している。 この時代のアナトリアにおけるキンメリア人の移動はかなり大規模なもので、同時期にウラルト王国やフリギアもその攻撃にさらされており、ウラルトは滅亡、フリギアも首都ゴルディオンを破壊され、エフェソスやマグネシア等の都市やシリア地方などでも侵略が行われた記録がある。アルデュスの後、その子、サデュアッテスが王位を継いだ。 サデュアテスはその地勢の間にキンベリア人を駆逐し、スミルナを占領するなどして、勢力を拡張した。また、コリントスの選手の助力を得たのもとで独立する動きを、ミセとミレトスへも攻撃を行っており、その12年間の戦争中に行われたリメネーオンの戦いとマイアンドロスカンの戦いによって、ミレス人に大損害を与えたと伝えられる。サデュアテスの後、 その子アリアッテスが王位を継いだ。東方からはシンバビロニアと共同で、アッシリアを滅ぼしたメディア王国がその予勢を買って、リュディアに侵入したが、戦闘中に発生した日食、紀元前585年5月28日に、両軍が恐れをの,のいたため、ハルス側、現在のクズルール幕側を国境とする合意を結んで、急戦した日食の戦い。この日食は、 ヘロドトスによれば、タレスによって予測されていたと言われる。アリュアテスの治世の初期に、世界史上初めてのリュディア貨幣が登場した。発見された貨幣は、いずれも強くギリシアの影響が見られるもので、最初期段階の貨幣については発見されていない。アリュアテスの後を継いだのがクロイソスであった。彼は、様々な理由をつけて、エーゲ海東岸のギリシア人都市を攻撃して、 ほぼ全域を征服した。これによって、ルキアを除くアナトリア半島西部のほとんどの地域が、リュデアの支配下に入ることになった。クロイソスは、イオニア人をはじめ、各地のギリシア都市国家と密接に関わったらしく、エーゲ海島所部のギリシア人都市との艦隊建造に関わる交渉や、アテナイ人ソロンとの対話、フリディア王家の末裔というアドラストスとの交流。 クロイソスによるデルフォイへの奉納など多岐にわたる説話が、ヘロドトスによって伝えられている。クロイソスの時代、ルディアは、軍事的にも、経済的にも不況を極めたが、アケメネス朝のキュロス2世が東方で、メディア王国を滅ぼすとクロイソスはこれに行き通り、新バビロニアのナボニデスやエジプト第26王朝のスパルタ島と同盟を結んで、アケメネス朝の支配するカッパドキアに侵攻した。 クロイソスの攻撃を知った、キュロス二世もエクバタナから軍を進め、前548年5月に、両軍はで、最初の戦闘を行った。この戦いで、両軍とも多大な損害を出したが勝敗がつかず、日没と共に引き上げた。翌日に戦闘が行われなかったため、クロイソスはサルディスまで引き上げると、今年中の戦闘はないことを予想して、一旦傭兵を解散した。そして、 エジプト、シンバビロニア、スパルタに来園を要請し、翌年に再度の攻勢をかける計画を立てた。しかしキュロスニ世は、クロイソスの意表をついて、紀元前548年冬のうちに進軍すると、サルディスに到達した。予想外の攻撃を受けた、クロイソスであったが、手元に残っていたリュディア兵と、エジプトから借りた、重装不評を中心とする軍を率いて、迎撃に向かい、 サルディス近郊のテュンブラ平原で両軍の戦闘が行われた。ペルシア軍はリュディアの騎兵に対してラクダ騎兵を持って当たり、リュディア騎兵の馬はラクダの匂いを嫌って逃走してしまったという。それでもリュディア兵やエジプト兵は勇敢に戦ったと伝えられるが、結局敗れてサルディス城内へ逃げ込んだ。サルディスはペルシア軍に包囲され激しい戦闘の後に陥落した。 クロイソスはペルシア軍によって捕らえられ、ここにリュディアは滅亡してその領土はアケメネス朝の俗領となり、首都サルディスはその後アナトリアにおけるアケメネス朝の最大の拠点となった。リュディアに関する主要な記録はヘロドトスの歴史であり、それには伝説的な王朝の交代やリュディア王のにまつわる言い伝えが記録されている。他にホメーロスの叙子詩や いくつかの古代イギリシアの記録の中に、ルディアに関わる情報が残されている。19世紀以降、近代的な発掘調査が行われるようになると、ルディアの繁栄を裏付ける数々の発掘品が発見されたことによって資料は増大している。ただし、ルディアに関する考古学的調査は、 アメリカのプリンストン大学発掘調査隊が主導した首都サルディスの調査を除けばあまりめぼしい結果は得られておらず、サルディス遺跡における発見もローマ時代のものは豊富で、あるが、リュディア時代のものは数量的に限られ、歴史記録の類もあまり発見されていない。その他国外における貴重な資料としては、アッシリア人が残した設計文字文書の中にリュディアに関わる、 外交記録が含まれるものがあり、同時代資料として極めて貴重である。特に伝説的な王ギュゲスは、アッシュルバニパル王の残した年代記にルッティ王グッグッとして登場することから実在が確実となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。